ら動画は全然 OK です。たくさん撮ってあげてください。ただすいません、撮っていただいたお写真絶対に SNS ネットの方にはアップしてください。よろしくお願いします。必ずあげてください。それではしっかりとご挨拶して始めていきましょう。日本の伝統芸能です、猿回し。馬が猿、役が猿と見るだけで縁起のいいお猿さんのショー。本日私たちコンビ風車で頑張ります。小梅と紬で頑張りますので、皆様温かい応援をよろしくお願いします。本日は後ろの大きな道具を使った発想跳びという技を見ていただくんですけど、その大技の前にこちらから高跳びからいきます。さあ、ルールは簡単です。このバーを落とさずに飛び越えていく技でございます。さあ、飛んだ後一工夫が入りますので皆様ご注目です。いきましょう。まずは一段目。よし、もう当たって、ありがとうございます。さあ、二段目いってみましょう。コメちゃん、高さが上がっても、よし、前転が入ります。どうや、さあ、ただですね、得意芸ですので今日は一段高さを上げていきません。一気に高さを上げて、見てください、身長はほぼほぼ変わりません。そして指加える余裕すらありますいっちゃいますよ、コメちゃん頑張ろう。はい、気をつけ。それではいきます。一つ目の大技、3、2、1、はい、よーし、 OK、 ありがとうございます。コメちゃん決まった時のの技、皆様馴染みある技でございます。いい音当てて大丈夫です。いきましょう、こちら。わかる？お、正解。お猿さんサイズ竹馬いきます。さて、さあ、それではですね、皆様足元よく見ていただきたいと思います。あの乗り方が人間とちょっと違います。遠くの方見えづらいかもしれませんが、よく見ててくださいね。いきますよ、はい、わかりますか？足、そうです、乗ってるんじゃなくって掴んでます。足の裏が手のひらと同じ形してるので、こうやってしっかり掴むことができるんです。なぜでか、竹馬ですので皆様歩けたら成功です。いきましょう、しっかり歩きます。そう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 、ありがとう。おー、言っていただきましたよ、ありがとう、ありがとう。さあ、見てください、この安定感、そしてバランス感覚、コメちゃんすごいんですよ。竹馬めちゃめちゃ練習しましたので、引っかかってる、引っかかってる。コメちゃんの自慢、一回竹馬に乗ったら何があっても絶対こけません。いや、こけてるー、はい、これが唯一のネタでございました。ありがとうございますよかった、ちょっとウケた、失礼しましたさあ、ただ乗って歩いてこける、今日これだけではございません。ここから雰囲気変えてこちら使います。カメ、行こう。行きましょう、竹馬に乗ったまま、はい、行きます。
リアします。3つ、パウね。さあ見てわかる通りかなりマイペースな子ですけど、やるときやる子を連続、1、2、3、よし。そして今日はこれだけではございません。行きましょう。2段挑戦します。立って、顔埋め、ちゃんと待って竹馬に乗ったまま、着地も乗ったままでいきます。苦手な技ですが、ただ苦手な技なんですけど、いい着地成功を狙っていきます。顔ね、私からお伝えしたいことがあります。少しお時間ください。どうしてコウメがここまで一生懸命頑張れるのかと言いますと、宮様からの温かい応援のおかげでございます。ここまでのご支援を本当にありがとうございます。ありがとうございます。そしてこうやって見ていただいて、知っていただいている猿回し千年の歴史があります。これからもコウメとたくさんのお客様に日本の伝統芸能をお伝えするためには、皆様からの応援と、もう一つ欠かせないものがございます。それはご理解のあるご祝儀のお力です。本日私たち大きいカゴを持ってきました。最後の技を見て、小梅の頑張りに対する評価、偉かった、すごかった、これからも頑張れって思っていただけましたら、そのお気持ち折りたたんで入れていただけますと、私たち今後の励みとなります。いつもよろしくお願いします。そして本日高評価500円以上いただいたお客様に、おさるさん、魔が去る、欲が去るということで、このようなカードをお渡しさせていただいております。ぜひともお受け取りください。顔ね、前。それではお待たせしました。最後の技、この技には思いが込められてます。お猿さん、不思議な力を持ってる神様の使いと言われてます。そんなお猿さんに、宮様お一人お一人の願いを託して、思いを届ける架け橋となりますように、願いが込められた技です。最後ご覧ください。
発想とね。Oh, oh, oh.